こんにちは、白猫です。弓美容皮膚科クリニックさんの動画です。先日、知り合いが顔全体にあるシミをすべて消すシミ取り放題を受けましたので、そのことの動画になります。シミ取り放題に使う機械はこのピコシュアです。では、説明は黒猫がします。説明します。ピコシュアスポットは、シミ、そばかす、などをスポット照射する、ピコシュアで行うシミ取り治療です。特に紫外線によるシミやそばかすが、多数、散らばっている場合に、効果的です。ピコシュアトーニングや、ピコシュアフラクショナルに比べ、1回の治療効果が大きいのが特徴。スポット照射後5日ほどは、シミが一時的に濃くなりますが、テープ保護などの必要はなく、翌日からメイクは可能なので、カバーはできます。ピコシュア治療は照射時間が短く、レーザーを照射で起こる皮膚への熱作用が非常に少なくなり、衝撃波による色素の破壊ができます。3コースのピコシュアは、ダウンタイムが少なく、施術後すぐに普段通りに過ごせるのが、大きな魅力です。気になるお値段はこちら。すべて税込み価格やけん。レーザー治療でシミが消えるなんて興味出ますよね。では知り合いの許可をもらったので、レーザー治療前の画像とレーザー治療が終わってからの画像を見てきましょう。左側です。小さいシミがありますね。右側です。少し大きいシミがありますね。正面です。そして、弓美容皮膚科クリニックさんで、ピコシュアスポットを受けました。すべてのシミにレーザーを当ててもらっていますね。凹凸はないけど、色は目立ちますね。こう見るとかなり痛そうですが、痛さは全然ないそうです。3日後になると少し色も薄くなってきましたね。こうしてレーザー治療直後はシミの色が濃くなりますが、1週間程度で取れてくそうです。あとは色が薄くなり、シミがなくなってくのを楽しむだけですね。
まぶたにできたシミも治療してもらったようです。この先も画像を送ってもらって随時アップしてきますね。私も楽しみです。いかがでしたか？興味が出ますよね。単純に顔にあるシミがすべてなくなると見た目が若くなるのは確実ですね。シミを消したいと思ってるなら弓美容皮膚科クリニックさんに行ってみてはいかがでしょうか。このピコシュアは人気がすごいのですぐに予約できるかわからないので迷ってるのなら早く行動するのがおすすめです。シミ取りのレーザー治療は基本1回ですが2から3回する場合もあります。その時は半年空けます。そういうことも含めて決めてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。